ジム・ブリチャーは、アメリカ合衆国のマウンテンマン、罠漁師、石膏及びガイドであり、1820年から1840年の期間にアメリカ合衆国西部を探検し、罠漁をして回った。ホラ話の話し手としてもよく知られている。ジム・ブリチャーは、コロラド州の南部となったところからカナダとの国境まで、ロッキー山脈を歩き回っている時に遭遇した。 過酷な条件を生き延びることになった強い気質を持っていた。フランス語、スペイン語及びいくつかのインディアンの言語で会話する能力があった。ブリガム・ヤング、キット・カーソン、ジョン・シー・フレモント、ジョセフ・ミーク、及びジョン・サッターといった西部開拓時代の主要人物の多くと知り合いになった。カンザスシティのパイオニア広場にある開拓者の群像、ジム・ブリチャー。 コニー・エクスプレス創始者、アレクサンダー・メジャーズ、カンザス・シティ創設者、ジョン・カルビン・マッコイ・ジム・ブリッチャーは1804年3月17日、バージニア州リッチモンドに近い宿屋で生まれた。母親のクロー・タイラー・ブリッチャーは、第10代合衆国大統領ジョン・タイラーの登園に当たった。父親が経営する宿屋は繁盛せず、1812年の戦争の前に行われた経済的ボイコットの 影響もあり、一家は貧しかった。1812年に、ブリッチャー家は、バージニア州を離れ、西部に新生活を求めて移動し、ミズーリ川とミシシッピ川の交わるセントルイスに、定住した。ブリッチャーは17歳の1822年に、ミズーリーリパブリカンが見で、当時ミズーリ新州の副知事であった、ウィリアム・アシュレー将軍のミズーリ川上流遠征隊の、 隊員募集の広告を見つけた。彼は、アシュレイの領友アンドルー・ヘンリー少佐を探し当て、契約を結び、その多様な経歴を始めた。イエローストーン地域の完結船など、自然の不思議さを見たことでは、初の白人たちの中に入っていた。1824年から1825年に、かけての冬、バッファローの川を使った船で旅して、グレート・ソルト湖を見た初めてのヨーロッパ系。 アメリカ人として有名になった。その水が塩分を含んでいたので、ブリッジャーはそこが太平洋の一部だと信じた。1830年、ブリッジャーとその多数人の罠漁師がアシュレイを買い上げ、ロッキー山脈毛皮会社を設立して、ハドソン湾会社やジョン・ジェイコブ・アスターのアメリカ毛皮会社と魅力あるビーバーの生皮交易で競った。1843年、 ブリチャート・ルイス・バスケスが、クリーン川のブラックス・フォーク・セーンに後にブリチャー、トリデと呼ばれることになる、交易基地を建設し、オレゴントレールを通る開拓者のために供した。1835年、ブリチャーは、フラットヘッド族インディアン出身の女性と結婚し、3人の子供を設けた。1846年に妻が死んだ後、所長に遺族集長の娘と結婚したが、 この妻も3年後に出産の時に死んだ。1850年、所長二族の娘と結婚し、さらに二人の子供を設けた。子供たちの何人かは東部に送られて教育を受けた。1850年、サウスパスに代わる別の山岳ルートを探求していて、後にブリッジャーの峠と呼ばれることになる峠を発見し、それでオレゴントレールを61マイル短縮できた。 ブリッチャーの峠は後にユニオンパシフィック鉄道、さらに後には、週刊高速道路8十五線が通るところとなった。1864年、ブリッチャーは、バイオミングからモンタナの近郊原に抜ける経路として危険なボーズマン、トレールの代わりにブリッチャートレールを開発した。後に、ボーズマントレールを塞いでいた数族や、シャイアン族インディアンに対するパウダーガ遠征の時に、ガイドや、 軍隊の石行を務めた。1865年、ブリチャーはララミートリデで解雇された。ブリチャーは工場選手、関節炎、リュウマチなど健康上の問題を抱えており、1868年にミズーリ州ウェストポートに戻った。アメリカ合衆国政府からブリチャー砦を使ったことについて賃料を取ろうとしたが、うまくいかなかった。 ブリッジャーは1881年7月17日にミズーリ州カンザスシティ近くの農園で死んだ。ブリッジャーの彫像、デイビッド・アラン・クラーク製作、ブリッジャー取り出に立っているブリッジャーは生きている間も、その後もホラー話の話し手として知られた。ブリッジャーの話のうち、例えばイエローストーンの完結泉に関するものは後に真実だと分かった。 他の話は明らかに面白がらせる意図があった。ブリッチャーの話の一つに石になった森があった。そこでは石になった鳥が石になった歌を歌っていた。長年にわたってブリッチャーはホラー話に親しんでいたので他人が考案した多くの話も彼のものだとされてきた。おそらく騙されやすい人を相手にブリッチャーが話した得意話の一つは100人の シャイアン族戦士に追跡されたことだった。ブリッチャーは、数マイルも追われた後で、峡国の行き止まりに来てしまい、インディアンたちが迫ってきた。ここでブリッチャーが黙ってしまうので、聞き手は、それでどうなったんです。ブリッチャーさんと先を急がせると、ブリッチャーは、奴らは私を殺してしまったんだと答えた。NBC のテレビ番組、ウォルト・ディズニーの色彩の素晴らしい世界で年に、 放送された、キットカーソンとマウンテンマンで、西部劇俳優、グレッグ・パーマーがブリッチャーを演じた。クリストファー・コンリーがキットカーソンを演じ、ロバート・リードが、ジョン・シー・フレモントの役だった。それよりも早く1961年5月10日に、NBC で、放送の、駅場車体のジム・ブリッチャーの話では、カール・スウェンソンがブリッチャーを演じた。2009年の映画、 イングロディアス・バスターズでは、ブラッド・ピットの演じたアルドレインがブリッジャーの子孫だと、されている。2015年の映画、レベナント、ソエリッシャでは、ウィル・ポールターがブリッジャーを演じている。ジム・ブリッジャーが多く住んだ地域ナッシュ P194 から195ナッシュ P194 から195ナッシュ P197 ナッシュ P199。ありがとうございます。